チャオ、あっちゃんです。この前ね、コンビニで見つけて買ってきた、ジュース飲みたいと思います。ね、おマンゴーオーレー。はーい。蓋あってんけど、持ってくる時に落として割れて今そこで割れちゃってん、おマンゴーオーレー飲みたいと思います。はい、よく振りましょう。頭がクラクラする。蓋が。はい。ってことでね、飲みましょうね。では、行きます。あ、美味しい。ミルキーで、やっぱオーレっていうだけあって、ミルキー感がすごいね。で、マンゴー、完熟マンゴー の甘みと酸味っていうのがあって、めっちゃ美味しい。さらりしてんねん、さらっとしてんねんけども、口の中に絡みつくマンゴーのとろっとした感じ。美味しい。ポリーな。果汁 7%。アルフォンソマンゴー果汁、はい、使用。アルフォンソマンゴーってなんか知らんけど、美味しい。結構好きな味。マンゴー好きやねんけど、マンゴーレにしたらね、結構ミルキーが痛い、目がかゆい。もう水晶、ちょっと待ってね。アレルギーがね、強くて7、8月やっぱヨーグルトのボタンきついな。冬のアレルギー、春のアレルギーはね、なんとか大丈夫やってんけど、やっぱり2ヶ月サボったら、そんだけ免疫力が落ちてんのかもわからへん。もうね、だいぶ食べてんねん。9月入ってからやから2週間ぐらい食べてんねんけど、まだ戻らへん。もっと早めに食べたかったな。1年中ヨーグルト食べましょう。はい、ね。マンゴーレおいしいわ。ということで、今日これセブンで買ってきた、マンゴーレ飲んでみました。美味しかったです。ぜひよかったら飲んでみてください。ホッとする味というかね、優しい味で、あっちゃんは好きです。はい、ということで、今日のあっちゃんの、ドリンクタイム、どこやろ、森山の、マンゴーオーレでした。はい、では、マンゴーレ、美味しい、めっちゃ美味しい、飲みたいな、美味しそうだなと思ってくれる人は高評価をしてからコンビニに買いに行ってみてください。で、応援コメント、チャンネル登録してくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。